バートランドサーレイは、アップルの元ソフトウェアエンジニアリング担当上級、副社長、コンピュータサイエンス博士。2012年7月現在は、パラレルスの役員。2019年5月現在、2015年に、設立された、クラウドデータセンター向け ASIC の開発会社、フンジェブルの共同創業者、ゼロックスパークに4年間在籍後、 1989年に NEXT に入社。1997年 NEXT が買収されたことにより Apple に入社し MacOS 10開発の中心人物の一人となった。以来、プラットフォームテクノロジー担当副社長を経て2003年7月にアビー・テバニアンの公認としてソフトウェアエンジニアリング担当上級副社長となった。 2011年3月23日、アップルを離れると発表。後任は、Mac ソフトウェアエンジニアリング担当副社長のクレイグ、フェデリギ。アップル、MacOS 10サーバースノーレオパードを発表。アップル、MacOS 10スノーレオパードを8月28日に、出荷、ボードオブディレクターズベルトランセルレットパラレルズ、ハットベンチャーズ、バッテリー。 フンジェブルインクローンチズウィズ32.5ドルミリオンインフィアナンシングエイプランツレボリューショナイズクラウドデータセンターズグロブニュースワイヤーニュースルーム2019年5月8日閲覧ベルトランセルレットがソフトウェアエンジニアリング担当上級副社長に昇進ベルトランセルレットツーリーブアップルありがとうございます